ボンジョルノ、オジソナムゼオリバルチャイド。皆様こんにちは。今日私フィレンツェの国立バルチェッロ博物館という中の中庭に来ています。割と穴場の美術館でございまして、彫刻がメインの美術館なんですが、1階のここが1500年代の場といいまして、ミケランジェロやベンベヌト・チェリーニといったフィレンツェで活躍したアーティストの作品がたくさんあるんです。まず私たちを迎えてくれるのがミケランジェロ20代の時に作ったというギリシャ神話に登場するバッカス、まるでお酒に酔っ払ったようなバッカスの足元にいるこの可愛らしいサーティロというのが見えますでしょうか。この子供なんですけれども、実は足は動物で、そして上だけこのようにバッカスの持つブドウを食べていたり、またこちらがミケランジェロの、こちらも円形の彫刻で聖母子像と、そして後ろの方には聖洗礼者聖ヨハネがいます。未完成の作品ですけれども、こちらトンドピッティ、ピッティ家が注文したものがあります。そしてさらに奥に行きますと、有名なブルータス、そうです、あのシーザーを暗殺したブルータス、これもミケランジェロの作品ですし、さらにこちら側がダビデかまたはアポロと呼ばれる、こちらも未完成ですので後ろの方がまだ荒削りですけれども、彼の若い時の作品がこのバルジェッロ博物館には揃っています。周りを見てもミケランジェロと、そしてその同時代に活躍した芸術家の作品がありますが、こちらが実はミケランジェロのファミリーのお墓につけようと注文されたのが、ミケランジェロの弟子ダニエル・ダ・ボルテッラが彫ったミケランジェロの銅像なんです。見ていただくととっても厳しい顔をしております。そうなんです、割とレオナルド・ダ・ヴィンチと違って無男だったことで知られているミケランジェロ、とても性格も荒く、あまり友人もいなかったと言われている、彼の性格がよく表れているものです。そしてウフィッツィ美術館を自分の事務所として作れと命令した小島一世のブロンズ像、こちらもともと金細工師の父だったベンベヌート・チェリーニが作ったものです。さてさて、このバルジェッロ博物館、まだ1階だけでなく2階3階もある大きな博物館です。ぜひ割と空いておりますので、皆様も足を運んでみてくださいませ。それではアリベデッチ。